さあ去年に続いて今年も当てたいです。ナンバーワン新山記念です。まあ、ナンバーワンというかね、全部ナンバーワンなんだけども、まあ去年15万なんぼっていうね大万馬券当てて、一昨年も大荒れしたんだけど、大荒れした一番人気薄だった11番人気しげるのこぎりざめは確か収集ってたななんてことでね、結構今回も肉薄できるんじゃないかな、あわよくば当たるんじゃないかなっていうね大荒れです。これが新山記念です。というわけで今回、まあ、ただね特注本命というかね特注馬は一番人気想定ファストアプローチ、まあこのままねやっぱりあの朝日杯でもねそこそこ構想して、朝日杯フューチュリティステークス6着ですか、まあ1着から6着まで全部僕が印が打ったまきたななんて形になったんですが、まあそんな感じで言えば冬はねやっぱヨーロッパの血統っていうのはね、あのオーバーシードが洋芝になる分だけ適性がね上がるわけでね、まあそういう意味ではニューアプローチ3区これはいいかなということで特注まで行ってみたいと思います。まあそして2番人気エアールマス、この馬ね2戦目で行って一変してしましたし、まあ同じ距離でまあ今回も適性はあるんじゃないかなと、まあこれも丸刈りなんでどうかな、適性面で逆にこういう時期の普段の日本の芝じゃなくて冬の芝みたいな時の方がいいかなってことで、まあアメリカ血統だからって感じですけどね狙ってみたいと思います。そして3番人気カシアス、この馬ね金車差の奇跡3区ってまあ前のまで距離伸ばすとあんまり良くないなっていう短距離血統、まあ、前走ねあの朝日杯負けてますから、これはまあ距離延長で負けてこの距離適性ないんじゃないかなってことで思い切って消してみたいと思います。そして4番人気スターリステージ、この馬なんですが、この馬もねはね牝馬、まあ牝馬ってだけでもね新山記念の場合新山馬券で馬券圏内に来た牝馬は大物になるっていうね話があって、逆に言えば大物じゃなきゃ来ないわけです。そう考えるとまあこの馬の場合お兄ちゃんが前傾がミッキーアイルがこのレースを勝っているってことで人気してるだけなんじゃないかなってことで消してみたいと思います。そして5番人気アーモンドアイ、同じくねこれも牝馬っていうのもありますし、まあ、休み明けさらにねこの馬のお母さんの産駒成績がここまで振るわなかったり、まあ、ロードカナロアも2勝目に苦労してたりとか、まあ、距離延長だと良くないんじゃないかなとかね、そういったあたりの傾向を踏まえて消しでいきたいと思います。まあ、そして6番人気カフジヴァンガード、この馬買いでしょう、思いっきり買っていいと思います。ハービンジャー産駒はねここ3世代で新山記念にねあの結果出したのが3着1回2着1回と来てますから、まああとは1着1回だろうなんていうところもまでね勢いで言えばこの血統はやっぱりちょっと晩成でもあるんでね、3歳になって2歳の頃よりいいかなっていうのと、まあハービンジャー産駒結構穴開けてるよってことでね狙ってみたいと思います。そして7番人気プリウス、この馬牝馬でね一応お母さんサラフィナってことで名血良血って言われがちなんですが、まあ牝馬なんでね思い切って牝馬は全部消してみるっていう作戦でいきたいと思います。そして8番人気ヒシコスマ、確かにね2勝上げてるんです、実績的にはそこそこなのになっていうのは、この馬重賞だと大敗が続いてるんですね、重賞2つが大負けしてるってことはメンツの薄いところで2勝してきただけでここまで、まあ、そこそこメンバーが揃ったレースの中ではきついんじゃないかなってことでスルーしてみたいと思います。そして9番人気つづみもん、この馬買いですね、おばあちゃんの片待ちボタンが、折り返しの未勝利で勝ち上がって重賞2着クイーンカップこの後のね東京開催な3歳重賞2着してるんですね、まあ、そんな感じで、そしておばあちゃんがたやすブルーム、この馬も勝ち上がっていきなり、ね、確か新馬勝ち1号からのフェアリーステークス勝ちでしたか、まあ、2歳から活躍してるなんてことで言えば、まあ、この血統やっぱり POG 期間にポンと勝ち上がってその後重賞でもいきなり走ってくるみたいなタイプの血統かなということで、まあ、買いでいいと思います。まあ、そして10番人気ベルガド、まあね着狙いなんじゃねえかなとかね、出走奨励金とかいろいろ重賞だと出ますからね、ここの厩舎信頼してないと思うんですけども、まあ、新馬勝ちが芝1200でね新馬勝ちのみのキャリアで一気に距離延長っていうのはさすがに重賞ではきついんじゃないかなと、まあ、10着まで入ればもらえるんでしたっけ奨励金とやらね、まあそんな感じでもらえればいいねってことでね決勝でいきたいと思います。そして12番人気マイネルエメ、まあ、この馬ね前走逃げてまあ粘って3着なんてレースがあったわけなんですが、タイムもあれかなってところなんですけど、だからこそ逆にこの人気順だったら
まあ、たやすく、ね、逃がしてもらえるんじゃないかな、そしてどこまで粘れるかななんてことで言えば、一昨年3着シゲルノコギリザメ、これがですね、シゲルノコギリザメが、まあ、同じくそんな感じからの逃げて3着なんていう形でしたので、まあ、同じパターンで、まあ、指定ゴールド3区だったらね、やっぱりこの冬のなんていうか力のいる芝っていうのは得意だったりするわけですから、まあ、そういった意味でも狙えるんじゃないかなってことで、ちょっとね1個飛ばしましたが、こっちをまずは本線の買い目に入れてみて、まあ、そして最後のねひらめけ大穴、まあマイネルレベルの方が人気薄ですけどね、これちょっとは買えるだろうってことで、11番人気のブランモンストルもちょっとは買えるんじゃないかと、まあ、つまりね前走未勝利で一変して圧勝、まあ勢いに乗れればってとこなんですけども、まあ、ただね前走の未勝利も10番人気での一変だったんで、逆に言えば調教動いてねえんだなって、まあこんだけ圧勝してればつい手拍子で11番人気の本線の買い目に入れてもよかったんだけど、前走そんだけ人気薄での勝ち上がりってことは逆説的に、まあ多分その人気薄の理由って調教動いてないとかね、まあつまりは最大限の能力っていうのはそんなに保証されてないのかなって考えると、まあ未勝利勝ちだけで狙えるかって言ったらそこまででもない、まあでも話して勝ったってことは強いかもしれないってことでね、 大穴扱いぐらいまでで上げておきたいと思います。まあ以上ここまでで5プラス1で狙ってみたい馬上げてみました。以上ハッチーでした。